ビッショアンドリオデリンサナメは、キューバ共和国グアンタナモ州グアンタナモ出身の野球選手。右投げ右打ち。キューバ国内リーグセリエナシオナルデベースボールのカナデロスデカマグエイに所属している。愛称はビオ。キレのある速球とスライダーにチェンジアップを混ぜながら、フォークボールを低めに決めて、空振りを誘う投球をしている。不調の時は、投球が高めに浮き、 長打を浴びるパターンとなる。キューバ代表の B 代表での国際大会での実績を認められ、2001年11月に台湾で開催されたワールドカップで A 代表入り、2003年11月のアテネオリンピック予選のコまで主力の一人として活躍した。2003から2004シーズンの不調をきっかけに安定感に欠ける場面が多くなり、 好調時と不調時の差が激しい面が目立つようになった。2004年8月の2004年アテネオリンピックの野球競技キューバ代表として予選リーグの対日本戦に先発投手で登板したが投げ急ぎを狙われて計算基本塁打を浴び敗戦投手になった。2006年3月の第1回 WBC キューバ代表に選ばれたが主に中継ぎ投手として8.1回を投げて7。 失点と苦しんだ。2008年8月の2008年北京オリンピックの野球競技キューバ代表としても予選リーグの対韓国戦で請球難に苦しんで逆転を許し敗戦投手になるなど結果を残せなかった。ありがとうございます。